DS3 クロスバックは DS オートモバイルズが生産、販売する小型クロスオーバー SUV 型の乗用車である。2018年10月2日、フランスで開幕したパリモーターショーにて初公開。B セグメントに属する小型クロスオーバー SUV で欧州向けのボディサイズは全長 4118mm、全幅 1791mm、 全高 1534mm、ホイールベース 2558mm である。プラットフォームには後に2代目プジョー208などにも用いられる EMP1 プラットフォームを使用している。エクステリアデザインはフロントマスクに DS7 クロスバックと共通イメージのデザインを採用。側面には抑揚のあるサイドパネルやフェンダーラインなどで 彫刻的な造形を表現した。ヘッドライトには DS マトリックス LED ビジョンを採用。フロントガラスのカメラにて検出された運転条件に基づきオンとオフを切り替える。インテリアにはインストルメントパネルにひし形を5つ組み合わせたデザインをセンターコンソールのスイッチにクるドパリを用い DS ならではの個性を主張する。欧州向けのパワートレインは ガソリンエンジンとディーゼルエンジンを設定。ガソリンエンジン、ピュルテックは、それぞれ最高出力 100HP、130HP、155HP の3種類が1.5リットル直列4。気筒ターボディーゼルエンジン、ブルーリーは、最高出力 100HP と 130HP の2種類が、ラインナップされる。欧州向けのトランスミッションは8速、AT、E と8のほか、 6速 MT が組み合わされる。先進運転支援システムでは DS コネクテッドパイロットを搭載。0時速 180km で作動し前走車との車間距離とレーン内の位置をキープする。d s ンクロスバックの EV 版は d s ンクロスバック E テンスと呼ばれる。最高出力 136PS、最大トルク 260NM を発生するモーターを 搭載し、フロア下には、蓄電容量 50kWh のリチウムイオンバッテリーを収める。0時速 100km 加速は8.7秒で、1回の充電での航続距離は WLTP モードで 320km である。ドライブモードは、航続距離の最大化を図るエコとノーマル、パワーとトルクを最大化するスポーツの三種類があり、これらのモードとは別に、 ノーマルとブレーキの二つのエネルギー改正システムを実装した。2019年4月15日、DS3 クロスバックの日本導入記念モデル、ラプルミエールのオンライン予約を開始した。60代の限定モデルで、ノアールペルラネラ、クリプラチナム、ブランパールナクレのボディカラーにダイヤモンドレッドのルーフカラーを組み合わせた。二千十九年六月十六日、 日本への導入を発表し、同日販売開始。導入されるのは、b e シック、ソシック、グランシックの3種類。搭載されるのは1.2リットル直列3、気筒ガソリンエンジンのみで最高出力は 130PS。また、トランスミッションは8速、AT、E と8が組み合わされる。2019年12月10日、最上級グレード。 グランシックベースのオフホワイト内装車を40台限定で発売。2020年5月14日、最上級のインテリアパッケージ、オペラインスピレーションを設定し、販売開始。最上級グレード、グランシックで選択できる。2020年6月24日、電気自動車、DS3 クロスバック e 1 0の日本導入を発表。同年7月29日に詳細を発表。 同日販売を開始した。1充電あたりの後続可能距離は JC08 モードで 398km。満充電までの所要時間は、標準装備されるコンセント型普通充電で約18時間、急速充電の場合、約50分でバッテリー容量の80%まで充電できる。 2021年1月6日、特別使用車、パフォーマンスラインを設定し、販売開始。搭載されるのは、ベースモデルと同じ1.2リットル直列3、気筒ターボエンジンだが出力を 25PS、トルクを 10NM 強化し、最高出力 155PS、5500RPM、最大トルク 240NM、1750RPM を発生。 このほか、ターボチャージャーやインジェクター、排気バルブ、コンロットベアリングなどを専用パーツとした。エクステリアは、フロントグリルの DS ウィングをマットブラックに、リアガーニッシュがブリリアントブラックとなった。また、オニキスブラックの18インチ、モンザホイールを採用した。2021年2月3日、特別使用車、ソーシックレザーエディションを設定し、同日販売開始。 ありがとうございます。